はい、どうも、かわちゃんです。エイトボールチャンネルやっていきたいと思います。今回はね、レバーボタン、まあ、ボタンはいいか、とりあえず。レバーの解説動画、短縮編っていうことで、店員さんに、まあ、詳しく紹介した動画の方は別にあるんで、店員さんにこう、ゲーセンで見せたりとか、試合にこうやるんだよって見せるときに、5分ぐらいで見せれるように、まあ、パッパと手順だけ説明していく簡単な動画の方を撮っていきたいと思います。じゃあもう早速いきます。これ、ゲーセンで使ってるレバーです。これ、筐体にこう挟まってるんですけど、外すときに、まず後ろの、マイナスバーが入るようなこう溝があるんで、そこに、好きな、なんか、合うやつを入れてもら、はめてもらって、こっちの、丸の方をこうやってくるくる回してもらうと外れます。で、付属品3つ、上の付属品、玉、バーカバー、カバー外してもらって、これで、まあ、上の部分は OK です。で、基本ここの2つで筐体についてるんで、これを外してもらったからこっちを筐体から外すって感じで、こっちの上のカバー、これ、レバーの方3層になってるんで、上のカバーをまた外していきます。はい、外すと中にセンサー、これセンサーです。これで2とか3とか1とか、コマンド入力が入るようになってます。で、レバー調整の、肝、こいつです。ここの、さっき入れたところの横にね、ピンみたいなのがついてるんで、ちっちゃいマイナスバーかなんかで刺して外してもらうと、これも3つ、上蓋、バネの下蓋が取れるんで取れます。そしたらこの、バーとすり鉢状になってる鉄拳のバーのこういうとこの支点ですね、これが汚れると、動きづらいレバーになるんで、これをバーって、まあ、拭いてあげる。ここ周り、このすり鉢状になってるとこと鉄のこういうとこバーって、まあ、今日は短縮動画なんで、なんだろう、そのあれ、まあ、感じだけで綺麗にはやらないです。そしたら潤滑剤、自分の好みで何でもいいです。これは、スケボー用のスケボーのあれですね、ローラータイヤ用のグリスを使ってます。にこれはめてあげて、そうするともう滑らかになる。そしたらまた同じ手順で、これのバネの下蓋で、レバーの重さはこのバネを伸ばすと硬く、短くなかなかできないけど、まあ、他のに買い替えたり、あとなんだろう、ちょっとね、ちっちゃいの買ってきたりしてつけると、短いやつで軽く、短ければ軽く、これ 1.5 から2ミリ通常の状態より伸ばしてあげるとちょっと固め、でもこっちは綺麗にグリスとか塗ってあげてるからぬるぬる動く、まあ三島使いの人とかが好きなようなレバーができます。そしたらもうあとこれでね、グッと、ほいこら、グッとしてまたピン締めて、はい、で、まあ、俺ラジオペンチで締めちゃいます。あんま力入れない。そしたらセンサーはここビス2つあるんで、このビスに対してここのプラグが入るところが上になるように置きます。そしたら上から蓋を閉めて、閉めて、完成です。そしたらもう筐体にガゴってつけちゃって、ここビス2つ止めて、その上から、このカバーと、バーカバー、これ絶対つけなきゃダメです。これバーカバーつけて、で上から仮止めでこの、ね、ボールをくるくるってやって軽く止めてもらって、最後筐体の裏からこれ添えてもらって、ギュッと本締めしてもらって止めればレバー完成です。この、まあ、一通りでね、
バーッと説明していきましたけど、レバーの調整、短縮円、こんな感じになります。ありがとうございました。8ボール、かわちゃんでした。またね。